それじゃあね、白血球について見ていきますね。白血球について見ていく前に、まずは血球の復習しましょうかね。人の血球ね、人の血球、白血球と赤血球と血小板ありましたね。赤血球がね、一番数が多かったね。そして赤血球はね、哺乳類の赤血球は核を失ってね、酸素を運ぶっていう役割に特化してるんだね。一方血小板は血液凝固に働くね。血小板は血液凝固に働く。赤血球も血小板も人では核を持ちません。しかし今日紹介する白血球は核を持つ血球ですね。核を持ちます。でちょっと見ていこうね。白血球の中にもね、いろんな細胞がありますね。白血球って実は単一の細胞ではなくて、いろんな細胞が実は白血球に属しているんですね。ね、どこまでの細胞を白血球に含めるかって結構ね、意見が分かれるところでもあるんだけど、まあ皆さんはね、基本的に今書いてあるのは全部白血球って、考えてしまっていいです。白血球の中のリンパ球っていうグループは T 細胞、 B 細胞、ナチュラルキラー細胞がありますね。この N 血のナチュラルキラーって言います。ナチュラルキラーね、 T 細胞、 B 細胞ね、適応免疫で働いたリンパ球でしたね。さまざまなコミュニケーションを取りながらね、適応免疫で活躍しました。T 細胞、B 細胞ね、T 細胞が分化する場は胸腺ね、胸腺のね、頭文字が T だから T 細胞。そして B 細胞が分化する場は骨髄なんて高校では教えますね。T 細胞は胸腺で分化、B 細胞は骨髄で分化。実はね、ちょっとB 細胞が骨髄で分化ってね、あんまり断言できないね。T 細胞は胸腺で分化。まあね、この T 細胞と B 細胞って実は遺伝子の再編成って言って、こう多様な受容体を生み出すね、多様な種類を生み出す遺伝子の再編成っていうね、自分の DNA をね、こう編集してしまうっていうね、自分の DNA を再編成してしまうっていうね、超特殊なことを行ってて、この T 細胞、B 細胞っていうリンパ球って。で、そのね、遺伝子の再編成っていうね、超スペシャルな、こう、ものすごく、多様な、細胞を生み出すような仕組みが、T 細胞は胸腺でしか行わないから、まあ、T 細胞は胸腺で分化って言ったりする。B 細胞はね、いろんな時期に遺伝子の再編成を行ってるんで、まあ、B 細胞が骨髄で分化ってあんまり断言できないっていうところもあるんだけど、まあね、基本的に高校生はね、 T 細胞は胸腺で分化、 B 細胞は骨髄で分化って考えてしまって OK です。 T 細胞、 B 細胞ね、分化するのはね、ちゃんと役割をしっかり持ってね、こう役割をしっかり持っていくのは、胸腺とか骨髄だけどもね、 T 細胞が胸腺、 B 細胞が骨髄だけど、実はね、 T 細胞、 B 細胞とかね、こういった白血球って元はね、生まれるのは骨髄ですよ。生まれるのは骨髄ね、骨髄の造血幹細胞作る血ね、幹細胞の幹は新幹線の幹ね、幹ってじゃね、造血幹細胞っていう細胞からこれがね、白血球生じてくるんで、まあね、 T 細胞、 B 細胞、生まれるのは骨髄ね、分化するのは T 細胞が胸腺、 B 細胞は骨髄ってね、しっかり捉えておきましょう。ナチュラルキラー細胞はね、この NK 細胞は自然免疫に働くリンパ球、でちょっと特殊ですね。よく分かってないこともいっぱいあるんだけど、一人でね、T 細胞、 B 細胞みたいにコミュニケーションをあんまり取らずに、一人でね、がん細胞なんかを攻撃してるね、そんな自然免疫に働くリンパ球がナチュラルキラー細胞です。そして下流白血球には好中球、好塩基球、好酸球がありますね。好塩基球、好酸球とかね、役割分かってないところも結構あって、基本的にテストに出ません。テストに出るのは好中球だけね。バクバク敵を食べちゃうね、ものすごい数が多い好中球ね、下流白血球っていうグループに属してます。マクロファージもね、大食い細胞だね。大食いね、いろんな細胞を食作用で退治しちゃう。樹状細胞も食作用を持ちますね。好中球、マクロファージ、樹状細胞はね、食細胞ね、食作用で敵を退治する細胞です。マクロファージのね、子供の頃をね、単球って言うんだけど、単球っていうのはね、マクロファージっていうのはね、単球の成熟型なんて言われたりします。でもね、活躍するのはマクロファージの形態になってからなんで、まあ食細胞ね、活躍する食細胞、好中球、マクロファージ、樹状細胞ね、考えておきましょうね。単球っていうのはこうマクロファージのもうね、マクロファージの、まあ、赤ちゃんって言ったらちょっと変なんだけど、まあ、マクロファージの赤ちゃんみたいなものを単球って言います。樹状細胞はね、食細胞でもあるんだけどね、獲得免疫で非常に重大なね、初めの抗原提示の役割をしてましたよね。ね、樹状細胞ね、抗原提示を行う自然免疫と獲得免疫をつなぐようなね、そんな細胞、樹状細胞です。白血球いっぱい種類がありますね。まあ今すぐに覚えなくてもいいですけどね、一つ一つね、体液性免疫とか細胞性免疫とかね、自然免疫とかね、勉強することに出てくるんで、まあね、白血球いろんな種類がいるんだなって今はね、捉えておきましょう。